昨日の夜ですけれども日向灘を震源とする最大震度5弱の地震がありましたマグニチュード6.6という大きな地震でして津波も伴ったわけなんですけれどもこの時間はですねその昨日の地震の振り返りメカニズムなどのお話とあとは 南海トラフ巨大地震との関連性、こういったものについて見ていきたいというふうに思います。でまず、こちら、昨日の地震について振り返ってみたいと思います。えー、起きた地震が起きたのは、昨日の夜21時19分ごろのこととなります。日向灘を震源とする地震でして、マグニチュードが6.6、まあ。昨日、速報ではマグニチュード6.9とされておりましたけれども、えー、再解析の結果、6.6となっております。また地震 の,の震源の深さ36キロとなっていますこの地震で宮崎県の宮崎市や高鍋町新富町で震度5弱の揺れを観測していますこの地震なんですけれどもこちらが震央分布となりますこれはですね去年8月に起きたマグニチュード7クラスの地震そして 昨夜起きたマグニチュード6.6の地震、まあ、それぞれに関連して起きた地震の震源を重ね合わせたものになります昨年8月はマグニチュード7クラスの大変大きな地震でして震度6弱を観測しましたその当時この青く バツがあちらこちら出ておりますけれども、概ねですね。この辺りの岩盤が破壊されたのではないかと見られます。で、その後、もう少し南側の領域でも、まあ地震が多発したというのが、まあ去年の地震でした。一方、昨日起きた。まあ、今回の地震、黄色くバツが打たれておりますけれども、まあ、えー、昨年起きた。 まあ地震の,この震源域といいますね、この岩盤が壊れるエリア、まあ、震源域の中、あるいは近くで起きたものでして、まあ、おそらくですね、この起き方ですと、昨年のこの規模の大きかった地震の余震の一つというふうに見られるのではないかと思います。このヒューガナダというのはですね、最初の地震が起きた後、だいぶ間を置いてから大きめな地震が起きた事例があります。1996年には 10月にです、ね、マグニチュード6.9の地震が起きて、その後12月にマグニチュード6.7の地震が起きたような事例もありまして、ちょっと間を置いて大きめの地震が起きる、今回もそういった特徴が出ているのではないかというふうに見られます。そして、この旧ヶ版田の地震、去年も注目を集めましたけれども、この南海トラフの地震との関連です。こちら、南海トラフの位置と書いておりますけれども、この 赤く点線で表現されているところありますね。これが南海トラフと言います。南海トラフ。まこれプレートの境界にあたります。南側にフィリピン海プレート、北側にユーラシアプレートがありまして、その境目がま南海トラフというふうにされているんですけども、ま日本海溝とかですね。 小笠原海溝とか、そういったところも、プレート協会に位置している。中、南海トラフというトラフというのは、ですね。海溝までなりきっていない。少し浅めの海といっても、4000メーターぐらいあるんですけども、浅めのこの海を示しておりまして、そういったこの海溝などと同じようなタイプのもの、ということになります。この南海トラフの地震というのが、歴史的にも何回も起きているわけなんですけども、これが前回の。 まあ、地震を示したものになります。東海地震、東南海地震、南海地震と3つ書いてありますけれどもこのうち前回1946年の昭和南海地震それがですね、まあ、大体このあたりの岩盤が壊れました。44年が 昭和東南海地震と呼ばれますこれも大体この辺りが壊れましたで東海地震ってありますけれどもこれはねもう一個前1854年の時にこの辺りまで岩盤が破壊されてマグニチュード8クラスの地震が起きたといった事例がありますこのように、まあ、いくつかの地震が過去から起きてきているんですけれども、まあ、中にはですねこの三つのエリアが、まあ、いっぺんに 看板が破壊されたような事例1707年の宝永地震と呼ばれるものがあるんですけれども、まあ、そのように一変に起きて甚大な被害を江戸時代に出したといった事例がありますで今回この南海トラフ地震と日向灘の地震、まあ、どういった点でこの関連付けられて、まあ、昨日もですねこの南海トラフ地震の臨時情報の調査中といったような情報を発表されたことがありましたけれども何が絡むのか。 これがですね、プレート境界なんですけれども、の南海トラフの辺り、これ、プレート境界ね、さっきの図は、まあ、この辺りまでしか引っ張っておりませんでしたけれども、実際ね、もっとつながってます、ずっとつながってますで。九州の下に向かっても、これ、フィリピン海プレートって、えー、沈み込んでいるんですね。で、ヒューガナダまで岩盤が壊れる可能性というのが、まあ、指摘されています。これがですね、南海トラフ地震の臨時情報の、えー どういったときに発表されるかというのを示した図なんですけれども、左側の図、今赤く囲ったところが想定震源域といいます、この辺りの岩盤が最大破壊されるのではないかと、で西側の端がちょうど日向灘に当たっておりまして、ここで大きめの地震が起きた場合、そのここでのプレートのずれがですね、他のところまで波及、拡大をして、 もっと巨大な地震を引き起こす。まあそういった心配も考えられるので、ヒューガナダで大きな地震が起きたときは、南海トラフ臨時情報の検討、発表のですね、検討に入るというふうな運用になっています。で昨日の場合は、こちら、調査中というのが、 一時発表されましたで。結果的に調査終了ということで、ですね今回の,のヒューガナダの地震、昨日起きたヒューガナダの地震は、南海トラフの巨大地震との、えー、関連性、まあ、大きなものを引き起こすといった可能性はまあ小さいということで、まあ、調査終了になっております一方で、去年の場合は、ですね、8月に起きた地震は巨大地震注意という情報が発表されました。でこれ何かとというとです、ねまあ、南海トラフの あたりで、まあ、異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、まあ、調査を継続している場合で、観測された異常な現象の調査結果を発表する場合というのに、この情報を発表されるんですけども、去年の場合はですね、この条件に合致したんです。南海トラフ地震の想定震源域内、さっきのね、ュガナ灘ま,まで伸びているという話しましたけれども、想定震源域内のプレート境界において。 マグニチュード7以上、マグニチュード8万の地震が発生したということが確認された場合、ですねこの時に発表されました。普段よりも巨大地震の発生の確率が上がるとこういったことで去年発表されたんですけれども、今回はこのマグニチュード7以上の地震に当てはまらなかった。 気象庁マグニチュードというのが6.6、ね、で、モーメントマグニチュードというのが6.7だったんですけども、昨日の地震、まあ、いずれも合致しないということで、まあ、発表には至らなかったということになります。でこの南海トラフ巨大地震の方、まあ、臨時情報というのはです、ね、まあ、実は運用開始は最近です、2019年から、えー、という形でして、まあ、まだ5、6年ぐらいの運用実績なんですけれども、このような形で。 発表された事例が去年だったということになりますまこのような形で大きな地震につながるそういった事例がですね過去わずかながらあったんですね、まあ、地方庁の資料ですけれども1904年から2014年までの110年ぐらいの間の間で マグニチュード7の地震が最初起きました。7クラスの地震が起きて、その後、同じ領域で1週間以内にマグニチュード8以上の巨大地震が起きた事例っていうのが、1437事例中6事例ありました。もう確率にすると0.4%ぐらいなので、ほとんどないんですけども、ない中で、まあ、そういった大きな地震が後に起きた事例がある。で日本ですと、2011年の 超巨大地震です東北地方太平洋気地震あの時はですね3月9日にマグニチュード7.3の地震が起きて翌々日3月11日に9.0の地震になった、まあ、こういった事例があるので、まあ、最悪のことを想定した上でですね、まあ、今はこういった検討が行われたり、まあ、情報が発表されたりということになります、まあ、今回は先ほどのとおり、まあ、調査終了となりましたので、まあ、巨大地震への 警戒周囲のいずれにも当てはまらないといったことになりましたので、まあ、ひとまずですね、まあ、昨日の地震の影響というのはま考えなくていいということになったんですけれどもただこの南海トラフ地震そもそも向こう30年以内にですね起きる確率が70%から80%というふうにされているんですねそもそもこのエリア南海トラフというのは巨大地震が起きる確率というのが 高いとといいうことは言えます、まあ、こういつ来てもおかしくはない地震に対する備えというのはふ、まあ、普段からする必要があるというのが1つあともう1つあるのが、まあ、昨日の地震その後の余震活動についてちょっと見てみたいと思いますこれがですき、ねまあ、昨日の今日の14時53分までの24時間に起きた、まあ、地震の震源をプロットしたものになります、まあ、体に感じない地震もすべて含んでの、まあ、震源になるんですけれども ご覧の通り、昨日の地震震のの余震がいくつも発生をしております。昨日の夜以降、体に感じる地震は今日の16時までに9回発生をしましたマグニチュード6.6の地震の後、9回発生をしています同じ規模でいくと去年の4月の豊後水道にもマグニチュード6.6という地震があったんですけれどもその時は翌日にかけて40回以上の体に感じる地震がありました今回それに比べると活動は、 成長ですそれほど活発ではないもののやはりですね最初の地震大きかったので、まあ、目先1週間ぐらいはまたこの 昨日の余震として大きめな地震が起きる可能性もありますので、まあ、そのあたりについてもまあ注意ということになります。そして、来たるべき南海トラフ巨大地震ですね、えー、歴史を見ますと、近い将来と言っていいと思います。必ず起きるといったことも言えるかというふうに思います。えー、そういった巨大地震への備え、これはもういつ来るかわかりません。そういったものもまあ必要になるといったことを示しております。えー、まあこの後、1月17日にはですね、えー、阪神山路大震災を引き起こした兵庫県南部地震、 から30年を迎えます日本列島地震国でいつどこで大きな地震が起きてもおかしくありません、これ全国にいますからねそういったところへの意識減災防災の意識を改めて見直していければなというふうに考えます昨日起きました日向灘の地震とその南海トラフ地震との関連について見ていきました。